フランツ・レオポルド・ノイマンは、ドイツ・アメリカの政治学及び社会学者、法律家。ドイツ帝国、カトビッツ生まれのユダヤ人である。フーゴ・ジンツハイマーの助手として、フランクフルト大学労働アカデミーで活動。ナチ政権樹立後、ロンドンへ、その後ニューヨークへ亡命。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで、政治学、社会学の学位を取得。コロンビア大学の政治学教授。 ベルリン自由大学客員教授を歴任。1936年渡米、コロンビア大学に移転したフランクフルト学派に合流した。亡命したフランクフルト大学社会研究所のテオドール・アドルのマックス・ホルクハイマー、ヘルベルト・マルク・ウーゼと共に同研究所のアメリカでの活動を支えた。当時ナチスに関する政治研究で第一人者であったノイマンの事業はコロンビア大学で 人気講義となり、聴講者が殺到して廊下まで立ち見が出るほどであった。1942年には、ナチスドイツの体制は、政治、軍事、経済、社会、文化のすべての面が統合された独裁体制であると分析した、ビヒモスナチズムの構造と実際を表した。また、ウィリアム・ドノバンが創設した OSS のドイツ化で、ラツワンを発揮し、 アメリカのロバート・エイチ・ジャクソン連邦裁判官と首席検事テルフォード・テイラーとの共同でいくつかの基礎状を書き1946年のニュルンベルク裁判に協力した1954年9月2日スイスのビスプで自動車事故により死去フランツ・レオポルド・ノイマンはソ連軍情報部のスパイとしてアメリカで活動していたことが ベノナ文書の分析により確認されている。ラフというコードネームで暗号伝文に登場している。ありがとうございます。